皆さんいかがアクアお過ごしでしょうか。文系アクアリストのはてなです。はい、ということでですね、今回はアクアリウムラジオシャープ15ということでやっていきたいと思います。で、今回のお話なんですが、私ついに男の夢のアクアリウム部屋借りましたというお話です。はい、もういきなりこう出落ちから入ってしまいましたが、そうなんですよ、ついに私ね、もう契約しちゃいました。はい、まあこれまで、まあ、ラジオでいろいろね、アクアリウムの部屋を借りたいということでお話をしてきまして、いろんな方にねご相談をしてきました。そのたんびに本当にいろんなコメントいただきまして、はい、はい、皆さんのおかげで、応援をしていただいたおかげで、なんとかここまでたどり着きました。はい、でまたこのアクアリウムラジオじゃなくて本編の方でもね、いろいろこのアクアリウム部屋についてはご紹介をしていこうと思っておりますが、まあ、今回はこのアクアリウム部屋を借りた理由について詳しくお話をしていきたいと思います。でまずこのアクアリウム部屋借りた理由の一つ目なんですが、今のアクアリウム部屋が狭いからです。はい、っていう風にめちゃくちゃ単純な理由です。っていうのもですね、私のアクアリウム部屋、今 4.5 畳という激狭の部屋になりまして、まあ、私のこのアクアリウム部屋っていうのは、この私の持ち家の一角、まあ、一部屋になります。で、まあ、この部屋っていうのがですね、もう 4.5 畳というもう本当に狭い、まあ、もともとね、私そもそもこのアクアリウムっていうのは趣味じゃなかったんです。私がこの家を建ててもう約5年になるんですが、5年前はねほとんどこう趣味という趣味がなかったと、まあ、そういう状況だったんですよね。はい、で私がアクアリウムを始めたのが約1年半以上ぐらいですかね、それぐらい前に遡りますが、まあ、そのもっと前にこの家を建てておりましたので、まあ、私はね趣味も本当になかったので、こう自分の部屋っていうのは必要ないということで家を設計をしてもらったんですよ。なんで私の部屋がねそもそもなかったと。はい、でアクアリウム始めた時もですね、まさかこんなに水槽が増えると思っていなくて、まずはこのキッチンカウンターとかでアクアリウムを楽しみ始めて、どんどん気づけば増え、もう増えに増えということでですね、もう置くところがないなってなって、この 4.5 畳の部屋をアクアリウム部屋にすると、ね、いうことになりました。はい、で今ではその部屋も、この 4.5 畳の部屋もですね、まあ、約水槽がそうですね、6台ぐらいですかね、まあ、大きいものを入れるとまあ6台ぐらいということで、まあ、4.5 畳に6台ってまあまあの数なんですよね。で、まあ、いや、いけなくはないんですよ。この6台が置けるので、まあ、もうちょっと頑張ればもう少しね水槽も置けるぐらいの、まあ、部屋の大きさにはなるんですが、いや、これね結構致命的なことに最近気づきまして、干渉するスペースがないとはい、もうね最近気づきました。いや、なんかね、私このアクアリウム部屋でゆっくりこう座って水槽眺めてないなと思ったんですけど、もうね物理的にそんなスペースないんすよ。はい、もうここまで水槽が増えると、もうとにかくこうね、もう通路がやっとこう人が通れるぐらいの通路が確保できるっていうぐらいで、もうねちゃんとこう座ったり、まあ、例えばねソファーとかこう腰をかけて鑑賞するようなスペースがもう本当にないんですよ。でこれね最近気づきまして、はい、それまでね、まあ、あんまりこう意識してなかったんですけど、やっぱりねこう水槽部屋に行ってもこうゆっくり水草眺めたりお魚さんを眺めるっていうようなことがねもう最近結構減っていて、いやー、なんでかなと思ったら、まあ、そもそも鑑賞するための椅子がないっていうことにね気づいたんですよね。はい、いや、めっちゃアホでしょ、めっちゃアホなんですけど、いや、そうなんですよ。まあ、だからねちょっと考えたのが、もう水槽減らそうかなって最初思ってたんですけど、やっぱりねなかなか一度増えた水槽ってこう畳みづらいっていうのもあって、はい、なんで、それがですね、私がアクアリウム部屋を借りた第一、まあ、これが一番ね大きな理由かもしれません。まあ、本当の理想を言うと、
やっぱりね、リビングからこう眺める水槽っていうのが一番憧れるんですよ。まあ、ただね、私のこのリビングっていうのは、まあちょっとさすがにこれ家族からの承諾は得られません。もうこれね、100% 無理です。もう言い切れます。はい。もうこれは無理なので、いやもうそれがね、まあ本当に一番いいんですよ。理想なんですよ。はい。まあ、ゆっくりソファーとかに腰をかけて、見ることができるじゃないですか。だからね、もう私がもし次、新築をするということがあれば、もう絶対リビングから見える位置にアクアリウム部屋、アクアリウムをするというのはもう絶対なんですけど、まあもうそれ無理なんでね。はい。で、二つ目の理由。それが湿度によるカビの発生、そしてそのカビを餌にするチャタテムシの発生というところも結構ね、私の中では大きいんですよね。まあ、以前ですね、私のこのアクアリウム部屋で、まあ、カビ、まあ、結露による窓枠にちょっとカビが生えてきたというところと、で木にもねカビが生えたりして、でそれをこう餌にチャタテムシが湧きましたということで動画にしました。で、このチャタテムシ自体はね、そんなに人間に害はないんですけど、このチャタテムシの例えば死骸なんかにこうダニが湧いたりとか、いろんなね、その二次災害につながったりするんですよね。で、これもね、なかなかやっぱりきついなっていうのがありまして、っていうのもね、こう、最近嫁がですね、なんかダニに噛まれたんだよねって言ってたんですよ。でね、子供もね、なんかダニっぽいのに噛まれてる気がするんですよね。で、私だけ無事なんですけど、なぜか私だけ全く噛まれてないんですけど、はい。で、いや、それ聞いた瞬間にね、ちょっともう内心、やべ、バレた。いや、思っちゃったわけですよね。いや、わかりません。これはね、もう単純にただただ寝室のベッドにダニが湧いてるだけかもしれませんが、いや、もしかしたらこれワンチャンね、アクアリウム部屋のせいで湧いたっていうことになると、いやー、もう引退じゃないですか。これ間違いなく引退じゃないですか。いや、まだね、気づいてないです。はい。まだ家族、嫁は気づいてないですが、いやー、うすうすね、言ってないだけで感じてる部分ってあるんじゃないかなって正直思ってたんですよね。はい。で、まあ、そんな中でね、嫁にアクアリウム部屋を借りたいっていう相談をしたところ、まあ、いいんじゃないっていうことだったので、まあ、はい。まあ、そこはね、やっぱり私の中でも大きな、一つの理由ということになります。で、最後が三つ目です。はい。この三つ目の理由もね、結構私の中では大きくて、それが、やっぱり、DIY とかしたい。いや、これね、結構大きいんですよ。いやー、これ何のこっちゃと思われた方多いと思います。っていうか私そんなのね、今まで言ってこなかったので、これが初めて言うと思うんですけど、私ね、結構アクアリウム以外に DIY に興味あるんですよ。で、YouTube とかでも DIY 系の動画ってかなり視聴してまして、いやー、やりたいなって結構思ってたんですよね。で、いや、やればいいじゃんと思われると思うんですけど、いや、そもそもね、DIY するにしても、例えば、まあ、何を作るかっていうと、水槽台とかね。で、あるいは、こう、なんて言うんでしょう。棚を作ったりとか、まあ、アクアリウムに関係ないような DIY とかもね、結構やりたいんですよね。で、いや、やればいいじゃんと思うかもしれないんですけど、やる場所がないんですよ。はい。で、いや、さっきもうね、申し上げた通り、4.5 畳の狭い部屋でアクアリウムやってて、そこではね、もうスペースがないので、DIY、例えば機材でね、こう、なんて言うんでしょう、丸ノコで木を切ったり、なんていうスペースなんかもう全くないので、まあ、それがね、なかなかできなかったんですよね。はい。で、まあ、他の部屋で、まあ、やったらいいっていうことなんですけど、まあ、さすがにやっぱりね、それ以外のスペースって家族との共有スペースなので、で、そこで DIY をするっていうのはね、ちょっとやっぱり難しいです。はい。で、まあ、この DIY っていうとですね、結構アクアリウムと親和性が高くて、まあ、当然水槽台とかね、まあ、ありますし、壁紙とか、ね、こんなもやっぱりただ水槽を置くだけじゃなくて、こう水槽をね、美しく際立たせるための、なんかこうね、まあ、模様替えっていうか、こう部屋であったりインテリアっていうのはね、やっぱりちょっとなんかね、自分で作りたいなっていうのはずっと思ってたんですよね。で、まあ、今回借りた部屋がですね、まあ、約
20畳、まあ、20畳弱ぐらいですかね、まあ、トイレのスペースも入れると20畳弱ぐらいということで、まあ、かなり広いですよね、はい、なのでアクアリウムをこう単に水槽を置くだけじゃなくていろいろ DIY も楽しめるんじゃないかなということも思って借りました。はい、ということで今回私ですねアクアリウム部屋を借りた、まあ、3つの理由をお話をしましたが、まあ、今後のこのコンセプトといいますか、まあ、私以前ですねこの 4.5 畳の部屋のことをアクアトリエと呼んでおりました。アクアリウムとアトリエをかけた私が作ったクソダセー造語なんですが、まあ、今回ですね新商アクアトリエ、賃貸編ということで、進めていこうかなというふうに思います。でコンセプトなんですが、まあ、せっかくなのでアクアリウム ×DIY ということでいろんなね DIY に挑戦していこうかなと思っています。で基本的にはアクアリウム関連の DIY をしようと思ってるんですが、まあ、それ以外のねこともちょっとねいろいろ挑戦しようかなと思っています。なんでもしかしたらたまにアクアリウムと関係ないような DIY っていうのをご紹介する可能性もありますが、まあ、その辺はね、またちょっと違った目線で楽しんでいただけたらいいかなというふうに思います。はい、ということで今後もですねまたいろいろ新たなことにチャレンジができると思うと本当にワクワクしています。はい、またですね次回の動画はおそらくこの新たに借りたアクアリウム部屋のご紹介ということになるかもしれません。また本編の方でね、ぜひご紹介していこうかなというふうに思っておりますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。